6回の裏千葉ロッテマリーンズ2番の浦から始まります。レフト前に持っていきました。あ、里崎がね、はい、3回とも出塁してるんでヒット打ってるように思いました。と打ち上げてサードです。マクレーン今日はフォアボールランナーを、まあ、世界一に、ね、輝くなど素晴らしい活躍を見せました。さあこれは三者の中間に落ちました。橋本です。いい当たりは石に二塁間クーラー帰ってきます。8点目。いやこれで橋本猛打賞ですね。サブローは空振りの三振、センター前のヒット、ライトフライ。中の球を見極めました。さあここで3番手に堂満を持ってまいりました。センター前に持っていきました。打てば先発全員安打だったかなと思うんですけども、そうですね、代打ですね、はい、三遊間の一撃を出るっていうこの野球のね不思議なところですね、はい、あっと外に大きく外れまして押し出し。大リーグではメリーゴーランドだっていうね言うらしいですけどね、押し出しをね、はい、くるりと回ります。11対2坂です。あっと当たった当たりました。大丈夫でしょうか。またまた押し出しになります。ライト前に運んでいきました。取り返る2人目は止めました。さあどうだ、いったか、フェアです。1人返り2人返りバッターランナーの大松は2塁へ。15対2、背番号30の森です。ファームの方でもね、あの状態よく、はい、されて出ました。ライト前です。一人帰る、もう一人帰ってくる。さあバックホームはどうでしょうか。代打成功であります。シーズンのマリーンズの、最高得点は11点が今シーズン最高なんですね、はい、で早く今日はこれで17点ですか、ね、このままね、はい、26点以上、はい、取ってほしいなと思いますね。ですよね。またピッチャー返して二遊間、センター前に出していく。17安打で17得点。ホームはできない。1位は大栄が2003年に記録しました29得点というのがあります。29得点、30点はないんですね。ないんですね。じゃあ行きますか。30点、あと12点ですね、はい、昨日とは打って変わって、あ、また抜けてった、また抜けてった。西村コーチは回す、バックホームはできない。そうだね、はい、ランビンです。デッドボールです。これでまたまた満塁です。
辻場さん、これ今12得点まで来てますが、日本記録は1イニング13というのがありまして、はい、ヤクルト、巨人、阪神がそれぞれ記録しています。これなんか行くようなね雰囲気ですよね。本当日本記録超えるような勢いじゃないですか。もう行っちゃいますか。今日は行きましょう、はい、さあどうだ、ショートが取ってセカンド、あーセーフだ、セーフ。ついに1イニング13点が入りまして、日本タイ記録となりました。代打田中将彦です。やはりファンの方は知ってるんですね。知ってますね、ファンの方ね。あと1点コールが出てます、はい、あと1点で単独首位の日本記録になります。さあどうだ、これ犠牲フライになるかどうか、日本記録になるかどうか。投げられない。ついに1イニング14得点、合計21対2、日本記録が生まれました。ピッチャー返し、龍冠。さあバックホームはどうだ、タッチできない。22対2、そして1イニング15得点。ライトへ大きな一撃。さあ伸びはどうでしょうか。あっと伸びが足らない。長い長い千葉ロッテマリーンズの攻撃が終わりました。しかしこの回一気に15点、1イニング15点という日本記録を作りました。6回終わりました。22対2、ロッテがリードしています。